今月の12日、八代市の熊川関には勢いよく川を登る稚鮎の姿が、飛び跳ねてました ね。地元の漁協が行っていたのは熊川の稚鮎すくいです。堰やダムの影響で遡上できない鮎をすくって上流に放流するために行われるこの時期ならではの光景です。いますね。結構いるように見えるんですが、今年は天候不良で水温が安定せず、鮎の遡上は例年に比べると少ないそうなんですね。この日は稚鮎およそ9800匹が救われ、球磨川上流や川辺川にトラックで運ばれました。水温が安定して雨が少なければもうちょっとぐらい上がってくるだと思います。こればっかり自然のもんで分かりませんが、まあ、できるだけ取れるように努力はしております。稚鮎すくいは5月の中旬まで行われる予定です。